はい、こんにちは。企画の案が出なかったり悩みが出た時などの解決法を教えてください。人それぞれだと思いますけどね。はい。まず企画の案が出ない、企画の案が出ないことはないです。出ます。出ないのは多分そんだけ物を見てないからじゃないですか。漫画読んでない、アニメ見てない、映画見てない、ゲーム遊んでないって、まあだからだと思いますけどね。だいたい普段のやっぱそういう積み重ねがあれば、自分たちがいざものづくりやった時に、ああこのパターンはあれのやつやなとかね、だいたいこういう問題点があった時には、じゃあ、これでうまくいかんのやったらプラン B のこっちのパターンに切り替えようかっていうのは、だいたい、まあ私だけじゃなくてうちの現場と話してでも、だいたい解決策は出ますけどね。でもちろんそれだけでは物事全て 100% は解決しないので、また何日かすると次の問題点出てきますけど、まあその時にはまた、プラン B ダッシュ、その次にはプラン B ダッシュスーパーみたいなのがね、こうその後ターボみたいな形でどんどんこう、様変わりしていくんですけども、まあそういったことの繰り返しですよ。で、まあもう一つ、その悩みができた時などの解決法、悩み、まあ悩みはまあ日々ありますね。悩み、まあこの仕事やってて、何でしょうね、こう理不尽な要求だったりとか、修正だったりとか、問題っていうのはもちろん出てきますし、それが外部からだけじゃなくて自分たちの中でね、どうにもならない問題とかが出てくる時ってやっぱもう考えるだけです。で、考えるっていうのは一人でうーんってこうやって、考えるっていうことではなくて、仲間たちと一緒にやっぱ考えるってことですね。で、お互いにこう建設的な、意見を出し合って、まずどうあるべきか、で、その次にはどうすればそれが実現できるか、で、何か足りないものがあるんであればそれを補うためにどうすればいいかっていう、この順番でやっぱ話し合うことがやっぱ基本じゃないかなと思います。で、悩みってね、ちょっとこうね、いろんなやっぱ意味あるじゃないですか。まあ何でしょう、こうくよくよ悩んでしまうようなことがある方もね、いらっしゃるかもしれないですけども、その時はね、風呂入って漫画読んで寝ればいいんじゃないですか。大概のことはそれでうまくいくと思いますよ。どこにね、こう皆さんよくルーティーンなんていう言い方をしますけども、自分自身のこのスイッチの切り替えをね、どこに持つかだと思いますけども、私は大体人が作ったやっぱ作品ですね、漫画読んだりアニメ見たり映画見たりとかすると大体スイッチ切り替えますよ。なんで、まあ悩んでくよくよしてても正直本当しょうがないので、どっかで打破してね、前に進めていくしかやっぱないので、人と向き合って話し合うっていうことと、それでも無理やったら、漫画読んで寝る、これが一番だと思います。